アンセリミムスは、白亜紀後期、現在のモンゴルに生息したオルニトミムス科の獣脚類恐竜の属の一つである。手足が細長く、足の速い恐竜で、おそらく雑食性であった。化石からわかる限りでは、強力な前肢以外は、他のオルニトミムス科の属とよく似ていた。アンセリミムスは1970年代後半に、 ソ連モンゴル共同語尾砂漠調査隊により、モンゴル、バヤンホンゴル県で発見された。1988年、モンゴルの古生物学者リンチェン・バルボルドにより記載、命名された。俗名は、ラテン語で、ガンもしくは、ガチョウを意味するアンセルと古代ギリシャ語で、真似物を意味するミモスの組み合わせで、仮モドキの意味である。アンセルは、 ハイイロガンなどいくつかの狩りの種を含む俗名でもあるが、アンセリミムス自体が特に狩りに似ているということはなく、ストルティオミムス、ガリミムス、ペレカニミムスなど違ったタイプの鳥にちなんだ命名がなされている、オスニトミモサウルス類の伝統に従っただけである。現在知られている唯一の種はアンスリミマスプラニニーカスで、種称名はラテン語で平らを意味する、 プラニスト古代ギリシャ語で、カギ爪を意味するニュープシロンクサイから派生しており、この属を特徴づける異常に平らなカギ爪にちなんだものである。アンセリミムスは、モンゴル、ネメグトル層から発掘された。ネメグドは蛇行した川によって堆積したと考えられている。アンセリミムスの発見された地層は、白亜紀後期、マーストリヒト紀前期、約7000万年前のものである。 アンセリミムスの唯一の標本は、ホロタイプのアイム100、300であり、この標本には、頭骨と下顎の属、ほぼ完全な骨格が含まれている。バルスボルドは、他のオルニトミムス科の属特別するための特徴に、焦点を当てた以外、ほとんどこの骨格について記述しなかったため、解剖学的な情報はあまり知られていなかった。2005年、ロバート・ブロナウィックスは、 未発表の論文において、この種の詳細な記載と、第2の部分骨格標本、スプル MGDI-65 の追加指定を行った。しかし2010年、ブロナウィックスは、この新しく発見された標本を、アンスリミマス・プラニニーカスに、最も禁煙な、おそらく別の分類群であると結論している。アンセリミムスは、中型のオルニトミモサウルス類であり、 クレゴリーエス・ポールによる2010年の推定では体長3メートル、体重50キログラムである。大腿骨の長さは435ミリメートルである。ほとんどの特徴は標本スプル MGDI-65 と共通しているものの、禁煙種と識別するための鍵となる特徴が複数ある。手の鍵ギ爪が長く、後部の下側はかなりまっすぐだが、 わずかに曲がっていて、仮面は、ほぼ平らだった。前肢は長く、他のオルニトミムスカの族と比べて、たくましい作りであり、右肩甲骨と上腕骨に大きな突起があり、上腕二頭筋のような上腕部の大きな筋肉が、付着していたようだ。中手骨は融合しており、強度が増していた。足ははっきりとしたアークトメタターサルで、第三。 中足骨は全長の上部40%以上が第2、第4中足骨によって全面から隠れている。バルスボルドはアンセリミムスを派生的なオルニトミモサウルス類であるオルニトミムス科に属しているとした。この分類は系統解析からも確証されている。同じ類相の別の領域から発見されているガリミムスに 最も禁煙な可能性があるとする研究もあるが、他の特定のオルニトミムス科の属と類縁関係は決定できないとする説もある。ガリミムスは別として、ネメグト類層からは巨大なタルボサウルス、デイノケールス、ドロマヨサウルス科、オビラプトロサウルス類、トロードン類、鳥類など、他の獣脚類も発見されている。またハドロサウルス科のバルスボルディア、 サウロロフス、アンキロサウルス科のタルキア、いくつかのティタノサウルス類の竜脚類や剣、カシラ竜類などの草食恐竜も発見されている。この類相の総称から川の流路や干潟、浅い湖があったとみられる。堆積物から生物が豊富で、強大な白亜紀の恐竜を養うのに、十分な多様な食物があったとみられる。 まっすぐな鍵ぎ爪のあるたくましい前足の機能については分かっていない。頭骨が発見されておらず、何を食べていたか確かめるのは困難だが、他のオルニトミモサウルス類と異なる食性や食料、収集戦略を持っていた可能性がある。オルニトミムスカは肉食性の獣脚類を祖先に持つ、ものの、そのものは、装飾や雑食であると長い間仮定されてきたが、これは、近年、 頭骨の研究から裏付けられつつある。ありがとうございます。